さて後方からまずは動いてきたのは熊本勢となります。自在型3番佐藤貴則が5番の服部良一を連れて熊本勢が動いてきた。その熊本勢の後方には4番西川が続いています。2コーナーからバックストレッチへ入っていく。一旦前に出た3番の佐藤貴則、ここで4番西川もゆっくりと上昇、打昇を迎えて、さあ3番佐藤貴則が前に構えるが、ここで前に出てきたのは4番の西川秀樹、8番の横江は現在3番手です。レースは最終周回に入っていきます。4番の西川が主導権を取りました。中段から7番広瀬が仕掛けてきた。ホームからまくって7番に広瀬光が一気にまくり切った。1番山口がその番手にはまる形となって、3番手で9番村沙耀、第3コーナーのカーブに勝って、その2番手から1番山口がまくりに出る。先頭は1番の山口に代わって2番手で9番の村沙耀と愛知の2人が抜け出して直線コースに帰ってきました。1番山口、1番山口2着に9番村沙耀、